何あの眉毛？何あの髪の毛？ないわー。お、ほくらにだけ。もう着いたの早くね。移動シーンとかはないんだね。こっちだぜ。びっくりした。バイバイって言おうかと思った。ほくらにだけはアローラで2番目に高い山。では一番高いのは？どこ？おー、なんか山頂にあることない。ご覧あゆな。神々しさを感じる山があるだろ。神々しいかどうかはちょっとよくわからんけど、まあ高い山だね。なんか立っとるよね、あれ。アローラで一番高い、ラナキラマウンテンだぜ。ラナキラマウンテン、言いにくい。月の化身とされるアローラの伝説ポケモンに、一番近い聖域。聖域じゃない、聖地。ラナキラマウンテンのてっぺん。あそこにポケモンリーグを作る。作る？今から？あるんじゃない。過去に島巡りをこなした者は、ラナキラマウンテンのてっぺんで、島キングたちとの戦い、島巡りチャンピオンとなった。僕はアローラの昔からの風習を大事にしつつ、世界に通じるチャンピオンを生み出すため、あそこにポケモンリーグと、リーグを守る四天王を擁立するんだ。島巡りチャンピオンから世界のチャンピオンに、そしてチャンピオンを通じ、世界のみんなに、アローラのポケモンやトレーナーの魅力を知ってもらうんだ。はあ、そういう野望があったんやね。ほくらに岳のてっぺんにほくらに天文台はあるんだろうと。じゃあそこへ行けばいいんかな。ん？これはバスの運転手さん？はい、ナッシーバス。ふもとのバス停まで乗るかい？いや、まだ大丈夫。ほい、じゃあバス乗りたければ声をかけなよ。ありがとう、運転手さん。お、ポケモンが手伝ってくれるから山の上でもバトロールできるよ。バンバドルやけん。あの子かと思ったけど全然違うんやね。わ、歩いて下るの？次のバス停まで遠いぞ。次のバス停どの辺なんやろ。てか歩いて下れるの？悪いんじゃが戦えんぞ。わしの兄弟のポケモンどもは弱いもんに興味ないけえの。わしとやるゆうならせめてほくらんだけによるトレーナーの奴らみんなやってこいや。何やってんのお姉さん。パラパラアンテナ見ていたらトレーナーさん見つけちゃった。いや、私の方が見つけたんですけど。 OL の美月が勝負を仕掛けてきた。 OL さんあれじゃない？あの学校の先生と同じやね。ピッピー。やっぱりピッピーは山に住んでいるのね。お月見山じゃないけど、ここは。ほい、それじゃあツバメ返し。もうすでに月光河が言うことを聞かないレベルになってしまった。まあね、もうレベル52になってしまったから、レベル50までやったんかな、言うこと聞くの。月光河、まあ一発でやっつけれたけんいいけどさ。ハラホロヒレハレ、ハラホロヒレハレ。言いにくそうやろ。でもきっちり言えたよ。ポケモンならパラボラアンテナで送受信されているマイクロウェーブも見えるのかな。どうやろ、それはちょっとわからんけど、私には。ん？こっちにも行ける。違う違う。お得な掲示板。ポケリゾートで手に入るポケモン目は1日で集められる数が決まっています。毎日集めるのがおすすめです。ポケリゾートっていうのはあれ？あっことはなんか関係あるんかな。あの、どこやったっけ、ハノハノリゾート。そう、ハノハノリゾート。アユナは技マシン7乗にボルトチェンジを見つけた。わかった、私がポケモンが出んように慎重に動いたの。はっ、出たわ。ここでも鬼ドリルか。はっ、よし、抜けれた。あ、ちゃんとあるね。ちょ、ポケモンセンター先寄っとこ。どこまで道続いてるかわからんもんね。よいしょ。ん、なんか嬉しそうに飛び跳ねる子供が。さあ、ジョイさん、休ませてあげてくださいまし。よし、これでみんな元気。お預かりしたポケモンはみんな元気になりましたよ。ありがとう。
またのご利用お待ちしてます。カフェスペースはありがたいです。山の上だと飲み物の値段高くなりますもんね。あ、そうなんや。なんで？俺はカフェでまったり、相棒はポケリゾートでのんびり。いいねいいね、そういったお互いにのんびり。パソコンの預かりシステムを作ったのは関東のまさきさん。アローラの預かりシステムを管理しているのはマーレインさんさ。マーレインさん知らん。この先出てくるんかな。僕のスターミー、宇宙に向けてコアを光らせているんだが、何かメッセージを発しているんだろうか。デュアイウ。読みにくいよ。どう発音するんだ。デュアイウでいいんかな。そして宇宙にもポケモンいるんだ。宇宙のポケモンか、すごいね。北蘭岳の頂上はアローラ地方で2番目に宇宙に近い場所さ。いや、かっこいい。いいわ、そういうの。あれってか、なんかさっきポケモンセンターの中に入った時さ、目的地みたいなの出てなかったっけ。なんかなくなったけど。ち、この辺なんもないんか。いかにもありそうな感じやったんやけどな。あ、道具。アユナはスピードボールを見つけた。ちゃんとね、こういうものは拾っていかなくては。この辺は？あ、下っていけんのか。ちょっといけるんかなって思ったんやけどな。お、すれ違いざまに。トレーナーさん、よく聞けよ。山男の好物は勝負さ。なるほど、じゃあ早速勝負をしようじゃないか。まぬけだな。山男の竹雄が勝負を仕掛けてきた。なんかこの顔どうにかならんのかな。なんかすごいキラキラした目をしてらっしゃるけど。お、これは月光河でいけるね。ガントル。よし、いけ、水手裏剣。あー、言うことを聞いてくれない。何それ、防御力アップ、やめてよ。ぐーんと上がられたら困るんだけど。ほら、またしても月光河の言うこと聞かない病が始まった。でもほら、言うこと聞かないとダメージを受けるのは君なんだよ。だからほら、そこまでして言うことを聞きたくないんかもしれんけど。お、当たらなかったぞ。さあ行け、水手裏剣。よし。おお、一発がすげえでかかった今。いや、でも一回じゃないけんね。ほら、二回目で。効果は抜群だ。お、絆変化。え、なに、相手まだポケモン持ってるの？一匹かと思っとったんやけど。なんだなんだ、次。山男の竹を石つぶてを繰り出そうとしている。石つぶてか。全然このまんまでいいよ。え？あれ、アローラの石つぶて？え、超不細工なんですけど。やだ。なに、あの眉毛。何あの髪の毛。ないわー。石つぶてもともと別に可愛いわけじゃないけどさ、絶対前の方がいいよね。ちょっと衝撃的だった。あ、やべえ、雷パンチとかダメダメダメ。そんな技使おうとかダメよ、岩タイプのくせに。いけ、水処理剣。みんな頑丈でこらえるな。ただし、二発目がある。なんか今ポロポロって髪の毛取れたけど大丈夫？おし、トレーナーさんよく聞けよ。山男は負けるの嫌いさ。誰だって嫌いだと思うよ。負けるの大好きって人は多分おかしい。トレーナーさんよく聞けよ。山男の大好物はでかくてごついポケモンさ。次に大盛りライスよ。大盛りライス。でも石つぶてはごついけどでかくはないけどね。あ、あんなとこに道具が落ちている。よし、間違えた。アユナはヘビーボールを見つけた。あ、いいねいいね。でかくてごついポケモンにはいいんじゃないの、ヘビーボール。こっちにも何かしら落ちてそうな予感が。なんもないかな。あ、トレーナーがいた。コレクターと戦うことで珍しいポケモンについての情報を得るとはやるね。何それ、そんなこと私言ってないけど。一人で何を言っているの。ポケモンコレクターの拓郎が勝負を仕掛けてきた。なんかすごいな。自分がコレクターなのね。え、何それ、投げつけ猿？
怒りも何かを投げてきそうなポケモンだね。名前の通り。何タイプなんやろ。とりあえずちょっとツバメ返しとか格闘系かな。お、ほら効果抜群。やったね、私の読みは当たったよ。ん？あ、そっか、2匹持っとんか。さあ次は一体なんだ。なんか自分が捕まえるポケモンでもさ、相手がなんか持っとるポケモンを全然見たことないポケモンとかやったらちょっとテンション上がるね。お、イワンコがレベル33に。やれユータン、入れ替えないよ。そういえばさ、前の島でメレメレ島やっけ、あっこでやれユータンを捕まえてきてっていう頼まれ事をしとったけど、結局捕まえてないな。こんなポケモンやったんや。へえ。え、なんかコピーされましたけど、やれユータン普通に痩せれ出てくるんやったんかな。いや、まあ出てくるんやろうけど、確率が低いか高いかだけで、なんか絶対そんなね、えひょいひょい出てきそうな感じのポケモンじゃないやんね。超笑われよりよ、ちょっと笑われた怒り、笑われた怒りで攻撃力倍増とかならんのかな。あ、この子は格闘タイプじゃないんや。何タイプ？エスパータイプ？もしや神通力。効果は今一つやったけど、まあでもやっつけたけんね。お、ガーディがレベル34。火炎放射いいね、いいね。じゃあ何がいい？突進、突進。じゃあこれを1、2のポカン。ガーディは突進の使い方をきれいに忘れた。そしてガーディは新しく火炎放射を覚えた。いいね、いいね。もう火炎放射っていう名前だけで勢いがね。まいった、とっておきの情報を教えるですよ。なになに、とっておきの情報って。早く教えてください。隕石ポケモンが落ちてこないか首を伸ばして待ってます。そう、バクガメスのようにね。バクガメスがよくわからないけど、え、隕石ポケモンとかおるん？この下に行けそうやね。え、行けないの？人やったらいけるとかそういう。あ、行けた。そしてまた乗る。お、満タンの薬を見つけた。他は？この下に。特に何もないな。あっち側から登れるんか。でもその間の道に、何これ、隕石ポケモン、これがぽくない、ぽくない。ねえ、絶対そうやんね。よし、ここはカビゴンで、カビゴン出ておいで。さあ来い、捕まえるよ。おお、スピードスター。なるほどね、そういう技なんやね。さあカピゴン手加減よ。カピゴンって言ってしまったけど。手加減。この子も思った以上に効かないタイプの子だな。レベルの差は結構あるんやけどね、12もあるのに。あ、いやでもちょっとずつちょっとずつ。え、なんか剥がれましたけど。え、何？剥がれたよ。大丈夫？なんかちょっと中身柔らかそう。え？やめてよ。なんてこと。てか中身かわいい。何？捕まるぐらいなら自爆してやるって？なんてことだ。ん？お得な掲示板が。ちょっと待って、レポートじゃない。なるほど、掲示板やった。トレーナーパスで自分の顔写真を撮ることができます。着替えたり髪型を変えると顔写真も変わります。ちゃんとそういうの反映されるんやね。んで、多分ここまでの、お？あれ、次のバス停じゃない？あれってことは、なんもなかったね、別に。ここにバスが。南国アローラといえど、山頂は冷え込みますぞ。ブーバーを連れてきた僕は優秀なのです。いいね、いいね、あったかくなる。ブビバー。ほら、もう次のバス停までついちったわ、私。はい、ナッシーバス。元のバス停まで乗るかい？いや、いいです。ほい、じゃあバスに乗りたければ声をかけなよ。ありがとう。
じゃあとりあえずもうここまで来れたけん。じゃあこれでもう大丈夫なんじゃない？全員やっつけてやる、きっと。きっと。どの人やっけ？この人だ。ほくらんだけのトレーナーどもやったんはあんたじゃろうが。ええー、のーええー、のー。生きのええガキは好きじゃ。わしも Z パワーを使うちゃるからやり合わんか？いいっすよ。たぎるのー。すまんがわしのポケモンどもは手加減を知らんけえのー。マジで Z パワー使うん。やったね。やったねっていうかなんか、新たなのが見れるんじゃないかと。ベテラントレーナーのアキラが勝負を仕掛けてきた。渋いね。めっちゃ渋いね、なんか。お、アブソル、かっこいい。いいやん、いいやん。え、アブソルということは、悪タイプがいいってことよね。よし。月光が辻蹴りよ。いえ、効果今一つか。いえ、今一つなのか。ねえ、なんかね、そっちの Z 技を見る前に私終わっちゃうんだけど。ほら、辻斬り。はい、終了。Z 技を見せなさいよ、Z 技を。感情の波がうねる。負けて悔しくて叫びたい。でもめっちゃなんか握手求めてきとるけど。お前、ええポケモン持っちゃるな。わしの大事な兄弟を楽しませてくれた礼じゃ。なになに？お、技マシン95、バークアウトを手に入れた。なにその技聞いたことない。Z パワーはポケモンとの、いわばちぎりの力じゃ。わしにとってポケモンは、親や兄弟より深い仲よ。なるほどね。いいね、そういう関係。はい、ということで。じゃ、今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。